いやいや、今日は2回公演だよ。大変だ。頑張ろう。何でもね、段階っていうものがあって、はい、だとってからにしようか。心の準備っていうのも必要なわけね。それはみんなに言ってもらう。私たちが、私たちが、さっきと取り直して、もといもといもといなかったことに。せーの。ダメだこれ。やめとこやめとこ。いけるいける大丈夫。そしてボーカルは。自分たちの名前言うのにこんなに手間どうもないじゃないの。慣れてないことをしたからね。情けないね。今回のステージは、まあ、いつもそうだけど手抜くとこがないのね。いっぱい歌うから一回やると本当にすっごい辛い。実はもう死にそう。無口になった横顔がキュンキュンと切ない、あーあ。そんな、撮るなら撮るって言ってくださればもっと明るい顔で素敵な声で。いやね、一回公演終わってね、いろいろ反省点もあるからね、ちょっとね、自分の世界にこもってやってみたんですけれど。もうそういうのを抜き打ちって言うんだよ。やられた。頑張ります。2回公演ね。2回目声が変になっちゃった。なっちゃった。夢だけ見てるになるとさ、みんな目が違うもん。キラキラしちゃって。ねえ。じゃじゃーん。じゃじゃーん。じゃーん。ね、もうみんなが主人公って感じで。もうフリーやってるじゃない？こうやって。うん、やりたくてしょうがないのあれ。ワン、ツー、スリー、ゴー。そう。やりたいね、あれね。すごいなんか、気持ちいい。みんなもなんか気持ちいいでしょ。名古屋は、ね、今までの中で一番盛り上がったの、うん、そうだね。そうだね。皆さん、はい、ね、名古屋ね、最高だよね。今までの中で、ね、なんかすごい、今までさ、ほら結構静かだったしね。そう、名古屋それがすごいね、盛り上がって、ね、応援してくれるように。なんかやっぱり最後、手紙とかもね、うん、NK 来れなくて、うん、今日が最後なんですっていう人もやっぱり名古屋だから、うん、たくさんいて、うん、だからね、すごい握手会とかもみんななんか泣きながら握手とかしてたからね、男の子みたいでしょ、こらえるのが大変って大変だ、男の子が泣いちゃったりするんだもん、はい、約束してるからね、泣かないようにね、ね、でね、でも本当嬉しいね、まあ、明日の大阪も頑張ります。頑張ります。違うから、東京とも全然違うしね。だからすごいきっと今疲れてるけど、ステージ立っちゃえばみんなのパワーで、みんなに盛り上げてもらうって感じですね。大阪はいろいろ思い出があるから結構楽しみ。デビューしたぐらいからね、世話になってるから。世話になってるから。世話になってますね。